はい、ということで今回はですね、NHK ショップに行って、忍たまのグッズを購入したので、開封していこうと思います。今回に開封するのはこちら、ドン、うーん、じゃーん、エッグ缶バッジ、忍たま乱太郎エッグ缶バッジですね。なんかデザインが2個ずつ結構対になってて、この図書委員会と作法委員会、このオレンジの感じで、この紫の感じが用具委員会と会計委員会。これ文次郎と富祖郎がさ、こう2人でこうさ似合ってる感がめっちゃよくないですかね。なんかちょっとつながってる感じしますよね。上もやったらあれですよ、なんか後ろから出てくる綾部喜八郎、こうみんなでさ、そう、作法の2人はもちろん隣でもちょっと見てるっていう、ちょっとつながってるなぁと思っていいですよね。でこっち火薬委員会と会計委員会、ここもね、会計委員長か、ここもね一緒になってますね、黄色で。そうそうそう、かわいい。そして体育委員会と生物委員会、これもね緑な感じで一緒な感じのデザインですね。一個だけね水色のデザインなのがこの保健委員会ですね。かわいい、もうどれも欲しい、選ばれへん。もうどれ当たっても当たりですね。忍たまって本当にそういうところが自分の中であるなと思って、どれ当たっても当たり。だってどれ当たっても嬉しいんや、もう外れないですよね。もうどのキャラも好きすぎて、今回は2個開封していこうと思いまーす。じゃあまず1個目いきまーす。いきます。せーの、はっ、お、はー、学級委員長だ、やったー、嬉しい、学級委員長ゲットしましたー。え、嬉しい、かわいい、推しのお浜もいますし、嬉しいです、やったー、かわいい、かわいい、かわいい、超かわいい。つけます、カバンに。カバンに早くつけたい。はい、こちらと、もう一個じゃ開封しますね。さあ、何が出るでしょうか。何がいいかな、せーの、ほっ、お、すごい、用具委員会だ、嬉しい、かわいい、用具委員会。すごい、やった、かわいい、超かわいくないですか。かわいい。6年生は最近は、木まとめ三郎が私の中では来てて、結構推しなんで、嬉しいですね。いやー、めっちゃ嬉しい。かわいすぎ。ということで、今回学級委員長と用具委員会の、ね、この、卵缶バッジ、ゲットしました。やったー。ちょっとまた、ね、忍たまのグッズ開封していこうと思います。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。